なる20の事件簿。第9話、どこにもいない男。おはよう、ジニー。おはようございます、ボス。スミノさんからの依頼です。おはよう、探偵君。実は身元調査をお願いしたいんだが。うわ、誰だ。あ、スミノさんと同じ発信元なのに。わしもスミノじゃが。あ、もしかすると MS 社の会長さんですか。さよう、あのバカの祖父でもある。身元調査なら隅の会場の MS 社の方がずっと得意な分野なんじゃないですか。そんな偉いジジイがにゃんでこんにゃしょぼい事務所に依頼するのにゃーって、検索がいれば突っ込んでるところね。そんな偉いジジイがなんでこんな小さな事務所に依頼してきたのだろうと思ってるじゃろう。ドキッ。さすが日本一の MS 探偵社の会長ね。大した妖怪だわ。対象者が君の町内なんでね。ほれ、例の行き倒れがいたろう。ああ、放火犯にされそうになった世田谷老人ですね。町内で時々見かけられていたのに、誰もその身元を知らないのじゃ。我々 MS 社の者が本人に接触を試みても全部拒否されている。わかりました、やってみましょう。うん、ありがたい。今までの調査資料は送る。手付けは半金振り込んでおく。頼んだよ。言われた。ふう、さてどうしようか。不思議な依頼ですね。うん、なぜ行き倒れのホームレスの身元を調べたがるのか。なぜ会長直々の依頼なのかも不可解です。案外噂の美人秘書を見に来ただけかもしれないぞ。もうバカなこと言ってないで、仕事です。ともかく町内ホームページを見てみよう。放火犯捕まったな。花屋はほっとしてるだろ。瀬田谷って誰だったの。ホームレスだろ、海浜公園の。朝早く商店街をうろついてるの何回か見たことあるぞ。今年は空梅雨か。ゴミは去るなよ、瀬田谷。結構金持ちらしいぞ。パソコン持ってるの見たぞ。瀬田谷さんはゴミは去ったりしません。かなりインテリと見ました。そういやなんか品があるね。俺この間バイク直してもらったよ。俗が情けねえな、おい。世を捨てた元大富豪ですが何か。なんで朝商店街にいるんだよ。お友達となんか話してました。個人名を出すのはやめてください。朝早いってのは魚屋、豆腐屋、花屋、八百屋、新聞屋の誰かがお友達だな。ホームレスのリーダーらしいぜ。大臣とも顔見知りらしいね。ここは趣味のための掲示板ですよ。その書き込みは削除します。なんか削除されたっぽい。雪倒れの老人保護。身元不明の老人が保護されました。お名前は世田谷健二さん。現在も通院しています。ご家族に心当たりのある方は警察までご連絡ください。放火犯、
放火事件犯人捕まる。町内で放火とみられる不審火が相次いでいましたが、警視庁は佐野陽子56歳を一連の放火事件の犯人として逮捕しました。放火のあった町内に住む花屋経営の K さんに聞きました。店舗を新築したばかりなのですごく心配でした。ホームレスの人たちが積極的に放火防止に協力していただけてありがたかったです。以上、市民の声でした。今年の梅雨は空梅雨。気象庁の発表では、今年は空梅雨で、夏か。水不足が早くも心配されています。7月頭には梅雨が明けて本格的な夏空が広がる見込みです。世田谷老人は朝の商店街と関係があるらしいな。食べ物には困っていないらしいですし、お金もあるみたいですね。しかも中田中大臣とも何か面識がありそうな。ともかく相当なクセ者じゃないかな。クセ者といえば、うちのクセ者は変なこと口走ってましたね。原作は病月か。この間気になることを言ってたね。あの時のセリフを覚えているね。リピートしてくれ。あれは最後の手段なのにゃ。議会の掟でバックアップから復活できるのは回数が決まってて、あ、こんなこと喋っちゃいけないんだ。義人王様、ごめんなさい。バックアップの回数制限？義人の王様、議会？議会のことかもしれませんけど、出任せか、あるいは単に混乱していたんじゃ。義人は嘘をつけないはずだよ。前にも三途の川みたいな話もあったし、やつには謎が多いな。それより世田谷さんを調べましょう。見かけはきちんとしてるね。シャツはかなりボロだけど、清潔で何回も洗濯されている感じ。でも何か鮮やかな黄色い付着物がありますね。商店街では特に早朝に歩いているところは何回か目撃されている。その正体と朝の商店街に行く目的は何だろう。海浜公園に住むホームレスじゃないかと推理するのが妥当だが。ボスが海浜公園に行って調べてくればいいじゃないですか。いや、僕が探偵であることは町内では知られちゃってるからね。そういえばそっか、ボスがいやいや参加している町内の早朝野球大会は海浜公園球場でしたね。8番ライト探偵ってもろアナウンスされちゃってるよ。世田谷老人は MS 社の調査を拒否したくらいだから、誰か面の割れていない人間に言ってもらった方がいいと思うんだ。うちは人間、ボスだけですよ。しかも一匹病欠だし。でもいるだろ、こういう時喜んで手伝ってくれるおっちょこちょいが。でも大臣の娘さんを使い走りに。大丈夫だよ、当然シークレットサービスもついてくるはずだし。連絡するの気が進まないな。検索なら平気なんだろうけど。はーい、1号、ただいま任務を終えて帰りました。2号です、
無理やり2号にされちゃいました。今回の任務は困難を極めました。しかし我々は成果を持ち帰ったのであります。困難つってもヤブカに刺されたり自転車の二人乗りを注意されちゃったくらいなんですけど。これが住居の写真であります。うん、ご苦労。君たちには南東京イレギュラーズの称号を与えよう。うわー、なんだかかっこいい。それシャーロック・ホームズのベーカーストリートイレギュラーズがネタですね。最初からそうやって遊びたかったんでしょ。ふふふ、いい推理だワトソン君。さあ写真を見ようかな。家財道具結構物持ちなんですね。世田谷屋さんのテントだ。布団干したり豆ですね。ノートパソコンだ。線はつながっていないようです。電源やモデムは？こういうの検索が詳しいんですけど。なんだこの箱。パソコンを運ぶバッグですかね。なんだろう。これは素人写真によく写るあれですね。うん、カメラ撮ってる人間の指だろう。笹の藪だ。怪しいものはないですね。洗濯物だね。世田谷さんの服についていた鮮やかな黄色いものは結局何だったんですかね。はい、その謎の黄色のなんとかは2号が採集してまいりました。ああ、1号に命令されてあの辺のヤブ歩いてたらくっついてきちゃったんです。後で見せますよ。使われてんね。あと何があるの。ビニールのテントだ。これって別のホームレスの住居だね。うん、見当がついてきたぞ。なんかいろいろ分かりかけてはいるんだが。検索がいないと今一つ踏み込みが甘くなりますね。え、検索先輩は不在でありますか。この娘、テンション落ちないな。うん、この間の騒ぎ以来ね。ともかく黄色い付着物を調べてみよう。とにかく拡大してみます。パソコン愛に寄ってください。花粉、胞子、カビ、それともその他の微生物。こういう時に奴がいてくれたら。はい、お待たせ。検索復活ですにゃ。あ、帰ってきましたね。帰ってくるとうるさいな。この黄色い付着物はユリの花粉にゃ。粘り気のある油分が多く、くっついたら簡単に取れないにゃ。取れないの。おう、検索サンキュー。妖怪病院は退院か。擬人王って人に直してもらったの。擬人王、誰がその言葉を喋ったにゃ。じゃあお前かにゃ。何言ってんのよ、あんた
たが勝手に話したのよ。オイラに仕事があったんじゃないかにゃ。まあ検索が来たならさっきの写真ももう一度調べましょう。一回で終わらせてくれよ。いい探査だな。来たかんだ。下駄箱兼用だそうですが。世田谷さんのテントだ。工事現場用ビニールシートにゃ。特に見るものはないにゃ。ビニールのテントだ。ノートパソコンだ。余裕があるようだな。型を調べたいにゃ。画面が開いている。携帯回線内蔵型にゃ。電源はバッテリーにゃ。電源やモデムは？パソコンキャリアだっけ？あれ？これは何だろう？これって？あはは、すいません。私の指です。あれ、今の？近所の人に聞いたら単に風が強い時の重しだそうです。あ、テントの笹の藪だ。これは写真を解析したにゃ。笹に見えるのは笹ユリというとっても珍しいユリの葉にゃ。なんかこの人さ、なんか授業を起こしてる、そうなんかやってそうだよね、パソコンで。洗濯物だね。世田谷さんの服についていた鮮やかな黄色いものは結局ユリの花粉だったのにゃ。うん、見当がついてきたぞ。でも確認のためにもう一度町内ホームページを見る。老人が早朝の商店街で会っていたのは？あんなや、その理由は？笹に見えたのは笹ユリというとっても珍しいユリにゃ。花が咲くまでは笹とほとんど区別がつかないのにゃ。花言葉は希少ですね。栽培はとても難しく、マニア館では相当高価に取引されているようです。そうなればジニー、花屋に話を聞いてきてくれ。ボスが行けばいいのに。私が行こうか。いや、ジニー行ってくれ。ま、いいですけどね。私この格好では出られませんから、着替えていきます。着替え中。どういうこと？出かけるって。5分経ったわ。あ、おかえりなさい。擬人じゃなかったの？花屋さん、何もかも話してくれましたよ。お、それじゃ墨の会長を呼んでくれ。おい、もうわかったのかね。世田谷老人の本名は片岡力です。実は有名な生物学者です。 D 大の教授だったのですが、最初にホームレスになったのが世田谷公園だったので、今も世田谷と名乗っているのだそうです。どういう理由でホームレスになったのかは分かりません。
ともかく冷たい家族を捨てて自由気ままに暮らしつつ、希少種笹百合を栽培してインターネットで全国に販売していたんですね。はあ、うちの玄関にも百合あったな。お母さん百合好きだから。花屋さんには名義を借りて手数料を払っていたそうです。花屋は蒸発者から商品を仕入れていたことを隠したかったろうしね。 MS 社の調査員も花屋には聞き込みしていたんじゃが、秘書さんが相手だと急にペラペラ喋り出したな。なぜじゃ。美人だから。ありがとう。それは放火が頻発していた頃、花屋さんが警察窓口ジニーに相談していたからです。町内ホームページを調べたら分かりましたよ。おお、府警さんと間違えて。そりゃ焦って何でも話すな。ボス、分かってて私を行かせましたね。着替えちゃったから花屋が気づかないかもって焦っちゃったよ。でもこれほどの美人を見忘れるはずないよな。それって反則じゃないの？さあね、どうなんだろう。こういう場合、偽人には法律ないからな。お主もなかなか悪じゃんの。これからもあの頼りない孫をよろしく頼むよ。あ、世田谷じゃない、片岡さんからです。花屋から聞いたよ。とうとう本名と正体を見つけられちまったな。でもどうすることもできまい？それはどうするつもりもありませんし。片岡さん、お久しぶりですな。あの時以来ですかな。ああ、あんたが糸を引いてたか。それほどお金にお困りではなさそうですが、ご就職はどうですかな。それは前にも断ったはずだ。まともな研究機関じゃないだろう。何を研究させられるんだか。俺たちは縛られない。俺たちは今の日本ではいないことになっているんだ。世界に冠たる文化国家日本には俺たちのような自由人間はいらないんだ。ほっといてくれ。でも俺たちが人並みに扱われる場所がある。ネット回線の中だ。もうすぐ選挙もネットで行われる。そしたら全国の俺たちみたいなのを集めて数万票の集票組織を作るんだ。そしたら俺たちは力を持てる。俺たちの意見がみんなに聞いてもらえるんだ。ネットの中だけだけれどもな。じゃあな。一方的に喋って言っちゃった。若い人はいいの。青臭いことばかり言おってじいさん、あんたいくつにゃ。ホームレスになったのは政治的理由なんでしょうか。人間の中にもほとんど偽人みたいな連中がいるもんだにゃ。面白い投資かもな。わしが金を出してみようかのどうなんでしょう。アメリカではすでに老人やホームレスの政治圧力団体があって、それなりの力を持ってますが。うん、そうなっていくのが世の流れか。偽人も組織を作っていくのだろうか。どうなんでしょう。偽人は無力じゃないかしら。偽人は金を持っておらんし、権力も望んでおらんからの。ふふふ、果たしてそうかにゃ。人間はホームレスでも選挙権持てるもんね。なんか自信ありそうだったにゃ。隠し玉持ってそうだったのにゃ。まあ、擬人化した人間が社会問題化する前に擬人そのものが国家統制の対象にされそうだけど。
えておかなきゃにゃ。なんか悪巧みしてるでしょ、検索。正直だな、お前。おいら嘘つかない、えへん。でも、これ以上質問されたら逃げちゃうのにゃ。いやー、若い人たちと忌憚のない話ができて楽しかったわい。そろそろ帰るかの。あ、お構いもしませんで、これからもどうぞよろしく。ああ、そうじゃ。中田中さんのところの SS バイン社はいろいろと問題があるようじゃな。はあ。それでな、どうじゃろう、シークレットサービスを MS 社に担当させてもらうよう口を聞いていただけないかな。タヌキジジイめ、それが目的だな。これが本当の目的だったのね。さすがに MS 社会長だわ。これいっぱいくれる？もちろんじゃとも。どうかな、そちらの可愛いお嬢さんにも口を聞いていただけないかな。うひょー、あたしの顔も知ってるのね。残念ながらそれはできません。どこの SS がいいのか僕には判断できませんから。若い人はいいの、青臭いことばかり言いよって。あ、お帰りになりました。よかったんじゃないかしら、どうせお母さん人の意見なんか聞かないもんね。隅の老人、このまま引き下がるとは思えないな。どこにもいない男、エンド。まだ片岡出てきそうだね。ネットで選挙が行われるとか言ってたし、なんか後で出てくるんじゃないかな。はい、ということでね、第9話かなでした。特にないですね。なんかただ調べただけで大した推理もなかったですね。はい、お疲れ様でした。ではね、次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、ソメイでした。